こんばんはでございますよ。やっほーい、やっほーい、やっほーい、よいしょ。こんばんは。おつぴよー、おつぴよだよ。おろおばちゃん、 I love you、 ありがとう、 I love you。 スーパーネ大好き、嬉しい。今日はタコ、今日はタコです。この髪の毛の長さだとなんかタコみたいなんだよね。タコです、よろしくお願いします。そんなに見つめられたら惚れてまうやろ。惚れさす。タコナソ、タコナソ。今日はタコナソですよ。あ、大好き、かわいいひなちゃん、嬉しい。ラブ。今日はね、ずっとね、もうずっとねですね、遊んでみたかったお友達と遊べたんですよ。そう、初めて来ました。あら、関根さんいらっしゃい、好きになって帰ってください。そう、1年前くらいかな、仲良くなって、で、なんかこう、なんだろう、なんか忙しくってもなんか忘れんかったんけど、今まで。でも1年前ぐらいかな、遊びに行きたいねって言っとって、で、ようやく今日昨日連絡してくれて、そう、もう好きになったの、嬉しい。そう、それで遊ぼうってなって、今日遊んだんやけど、どこに行ったと思いますか、皆さん。当たるかな。どこに行ったと思う？ USJ。 みんなユニバー。ひなが遊ぶといえばみんなユニバーだと思ってるのか。あながち間違いではない。あ、そう、あ、すごい正解が出た。そう、宮島にね、行ったんですよ、今日。そう、昨日の夜決まって、今日の朝からね、行きました。宮島に行ってきました、今日は。そう、あえてディズニー、ディズニー行きたいけどね、日帰りじゃ無理なんよ、ディズニーに関しては。そう、ディズニーの日帰りってなったら多分3時間しかディズニーに滞在できんと思う。そう、いいなって、羨ましいだろ。宮島ね、今ちょうどいい具合の人混みで。そう、いろいろと楽しみましたよ。はい。3時間では食べて終わり、そう、3時間だと食べて終わりなんですよ。アトラクション乗らずに多分日帰りで帰ることになる。日帰りディズニーしたら、あ、そうなの、外国の方がね、結構多かったですね。あの、観光、なんだ、こういう旗持って歩いてるガイドさんもいたし、そう、結構多かった。そうなの、厳島神社の鳥居の改装工事が終わってから一回も行ったことなかったので、行きたいなと思ってて、あと宮島もね、1年前くらいに行って行ってなかったので。じゃあ
楽しかった。うーん、うん、最近家の周りアナグマが出没してますって。クマ？クマって大丈夫、食べられるよ。やばいやばい、行ってみたい？え、来てほしい。うん、めっちゃ楽しいよ。うーん、そう、めっちゃ人だったってね。結構宮島人気よな、なんかいつも人気イメージがあります。うん、喉大丈夫そうでよかった。うん、喉はね、治った。腕が出てなかった。うん、潮が満潮でしたか。いや、引いてたけど、でも行かなかった。近くまでちょっと濡れてたんや、なんか水たまりみたいなので引いたって怖くて行けんかった。うん、宮島に行くときはフェリー乗る前にアナゴ飯食いました。へえ、フェリーで食べるってこと？そんな生き方もあるんですな。うん、うん、そう、あの宮島の水族館はなんかファンの方と一緒に行けるイベントみたいなのがあって、それ以来に行ったんですけど、もうめっちゃ楽しい。水族館式、うん、うん、そう、スペイルのやつ、そう、うん、そう、ゆっくり見てもらった。めっちゃもうじっくり見てもらった。そう、割と水族館行ったらね、じーって見るタイプ。うん、なんかじーって見るタイプ。うん、スタスタあるか。うん、メキは生もみじですね。生もみじなの、もみじもみじじゃなくて。あ、そう、水族館にカキがいるの。広島水族館にカキいるの面白いよね。カキはね、干渉しません。スタスタ通ってしまう。そう、うん、あ、でもね、あの今ね、金魚祭りみたいなのしたって。金魚祭りはね、見たんやけど、可愛かった。見て、ほら、こんなね、映えな感じ、わかるか、お花のハートみたいなのって、ここに金魚いっぱいおって、映えな感じだった、すごい。でね、面白い光点、あちら、あ、映った。めっちゃ目が合う、こう、じっと見つめられた。この子のなんか上から見るやつもあって、上から見た月もね、めっちゃ目が合うの。面白い。そう、あ、そう、頂点眼、そう、頂点眼って名前の金魚、面白かった。めっちゃ見とった、ひなのこと。
さあ、爆裂もらった。あと昔ね、ひな金魚ピンポンパールちゃんを買っとってね、ピンポンパールちゃんおったんよ。ほら、これわかる。お腹がねモコモコしとるよ、ピンポンパールちゃん。お腹がまん丸のちっちゃい金魚なんやけど、かわいいよ、こういう写真。ピンポンパールちゃんがおった。買ったことあるってなった。うん、あとね、水泡岩だったきなっていうね、ここがすぐほっぺんの頬袋がついとるね金魚も買ったことある。うん、水泡岩、確かそういう名前だったさ。そう、映えだった、金魚映え。初恋庵も行ったよ。初恋庵はドクターフィッシュがあって、手をねすっごい食べてくれたけど、もう一定数集まったらもうゾワゾワがすごくて、いやーってやってた。そう、ピンポンはうちでも飼ってたことあるけど温度管理が大変だよって、あ、温度管理しとった気がする、確かに。ピンポンピンポン、かわいいよね金魚。うんうんうん、そう、うん、肘角質かな、角質ってよくない、なんかドクターフィッシュの角質をね耐えてくれる、おいしいって寄ってくるから怖かった。キャーって言った。うん。そう。足もやったことある日のも、足はもっとゾワゾワする。水泡岩は勝てたけど袋が破れない、その大変だった。あまりその記憶ないな。ね、ほっぺブルブル、水泡岩じゃん。うん、珍しい色の洋服、今日はミントグリーン。ちょっと髪の毛切ったけんね、服の系統をね変えようと思ってね、そう、シンプル可愛い感じの服を着るようにしようと思って、そう、シンプル可愛いお洋服をね買いたいの。そう、ちょっとだけ買った、ショールメイトさ、クマリア、うん、そう、大人になろうと思って。そう、うんうん、髪の毛が伸びたらまた前の系統にもなると思うけど、そう、でもシンプル可愛い服やったら髪の毛伸びても着れそうだし、そう、今目指しとるのはなんかなんだろう、韓国っぽい感じ。そう、韓国っぽい感じを目指しております。はい、そう、やつのこういうのとってめっちゃ嬉しい効果ある、本当に嬉しい。うん、
韓国っぽい。韓国のなんかちょっと可愛い寄りが好きなお姉さんみたいな。ちょっと難しい。なんかね、日本を見せたいのに。例えば、こういう感じのこういう感じの期待の、そう、今の気分。難しいな。理想を求めて。好みの服って難しい、見つけるの。一生ひなネットショッピング見てる人だから本当に。ってなってる。どれだろうって。なんかさっきのが一番っぽいかも、今の。ひなちゃんが見つけたい。けどシンプルみたいなのが気になるということです、つまり。はい。自分がオタクみたいな格好だからおしゃれな服いいなってなる。嘘、そんなことないよ、可愛いんだよ。そう。面白。そう大人。やっぱ夏はね、ちょっとでも大人っぽく見せる服を着たい時期なんでね、やっぱ。そう春とかもう冬とかは家の中でガリガリガリ OK ガリって感じなんですけど。そう、春と冬はねそういう感じなんですけど、夏と秋はちょっと大人っぽい気持ち。そう。ちょっとだけ空いてたりとか、隙を見せる工程をする予定。短くなったか。でもね、ちょっとね結べるんよ、実はね。一回もまだこの長さで結んだことないけど、こうやってやったらねちょっとだけ結べるんですよ。でもね、もうね結ばんの楽。そう、いつももうお風呂から上がったり、なんかもうプライベートは髪の毛結んだったりしてたけど、そう。楽。シャンプーそんなね変わらないけど。なんか割と頭皮をしっかり洗うタイプの人間。そう、シャンプーはそんな変わらんけど、リンスすごい楽かも。リンスじゃないか、トリートメント。トリートメントすごい楽。そう。じゃあこんばんは。昨日のリリーでありがとうございました。生のひなちゃん近かったです。
嬉しい、また会いに来てね。あ、そうね、何センチ切りますか。26って言われた。すごくない？ 26 ってどんぐらい。どんぐらいなんやろ。そう、すごい切った。正面から顔を埋めたいってどういうこと。ここに入りたい。どうぞ。穴を用意しました。そう、トリートメントの量減る。さすがにトリートメントの量は減る。だって26センチとちゃうもん。うん、ちょっと羽上手、コツなんですね。こう持ってグッてやって、この辺で持たなくていいやってなったらゆっくり持たないです。そう、ここのふんわり感を大事にしたいの。タコみたいな感じのこの辺のふんわり感ね。ちょっとだいぶ巻いてから時間が経っちゃったね。あんまりふんわり感がないですか。うん、うん、昨日生スキピー最高でした。え、ひな好きな。そうなんやけど。え、そう、久しぶりに走ったけど、お耳様かもしましだなって。そう、そんなそんな。お姫様感、キラキラキラ。そう、髪のボリュームもちょうどいい。本当結構ね、今ね減らしに行こうと思ってる。来月私は。そう思ったよりもね、パツンって感じでね切ってもらったからね、やしに行かなきゃって思って。そう、ん、なんかママか、ママからなんか焼きバナナいるってきた。やつが焼きバナナ食べてるとこ見たい、みんな。そう、短くすると思うよね、それ。そうなの。短くしたらちょっと重いから気に入こうかな。あるあるなのこれは。うん、個人的に好きなのがさ、嬉しい。ひなちゃん目を見て話してくれて、言葉がかなり噛みました。大丈夫だよ、ひなもねよく噛むから。噛みまみゆな、噛みまみたって感じになっちゃう。のリリーすごい楽しかったです、ありがとう。ちょっとめちゃくちゃ可愛かったです、嬉しい。リリーベの時もね、すごいみんなが褒めてくれてね、嬉しかった。初めて会う人とかもねいっぱいおったけど。そう、うん、うん、そう、焼きバナナって何。焼きバナナってどんなの、わからん。ひなもわからん。何って、焼きバナナって何なの。うん、マシュマロではない。昨日咳してたの心配だった。そう、やばかった昨日。あ、ママか、バナナ焼いたやつだよってきた。わからん。ちょっといるって言っといて、みんな、ママに。ちょっといるって言っといて。うん、よし。昨日はね、そう、なんか、話しよったら、急に咳が出てそう。ギャーってなったら、その咳が一生止まらんこうなって。
ギョーゴーギョーなんかもう咳のループに入ってしまったんよ。喋るたびに咳が出るみたいな咳の無限ループに入ってすごい大変やった。そうでももう大丈夫、もう今日はね咳はしてないしね、一回もね、大丈夫なんやけど、うん、そう、それでねちょっとあのレーンをね一時停止ねしてもらったからね、みんなにもお待たせしてしまうと申し訳ない、うん、時々なるの、いやなったことないよ、うん、なんかその時だ、あ、喘息待ちじゃないんだけどね。あ、コンコンちょっと。なんか、あたち、お尻に出てない。大丈夫か？生き花のが来たよ。よいしょ。バナナ焼いてあるよ、みんな見て、実食、うん、甘、おいしいこれ、うん、うま、雪バナナ美味しいです。うん。とろとろ。めっちゃ甘いけど。すご。うん。おいしい。うん。おいしい、あっという間になくなったおいしい、うん、あー、マリアアイスのスタイル絶対おいしい、ひよちゃんの甘かわいいのには勝てん、甘ってまー、うん、昨日食べてた一眼美味しかったけど結構いいお値段だった、そうだったの、美味しかったあの一眼飴、昨日は一眼飴を食べて今日はバナナを食べる、明日はきっとリンゴを食べる運命だ、うん、美味しかった、うん、秒で完食しちゃったあっという間なくなってしまった、うん、昨日みちにひなちゃんも訪れて泣いた、何があった焼きバナナ今度作ってみるか、おいしいよ、作っていてフライパンでバターで焼いただけって、ママからね来た、フライパンでバターで焼いたら雪バナナの完成みたいなので、皆さんぜひ美味しいので作ってみてね、美味しかった、うん、うん、やってみる、やってみてー、みなちゃんと同じものが食べれますあ、絶対チョコソース合う、うん、
バナナ、バナナ美味しい、満足感。バナナでひなちゃんを感じる。面白い。ボーリング場、ボーリング場から見てます。ボーリング場、カラン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 、やりたい。シガースポットわかるよ、黒い点々のやつでしょ。点点点点点。あ、ひなちゃんに彼氏にするならミチみたいな人がいいって言ってた。そう、一緒にねご飯食べてる時にミチがねもうすっごいスマートな対応するの、いつも。そう、もうキュンときちゃって、そう彼氏にするのはミチがいいって言った。そう、ね、ほんとスマート、無理無理、ガチ恋しちゃうって感じです。うんうん、私のひなちゃん一人取れちゃう。そうね、みんなもみんなも一人にひなが転がされる前に両思いにならないと。うん、ね、ライバル視ライバル視です。彼氏にするのもメンバーの中だともう圧倒的にミチなんだけど。スマート、イケメンすぎる、ほんまにびっくりやで。リリーベレン強すぎて美人用意しました。あっちゃったー。面白い道。今日は大田大田配信をしようと思ったので、大田を歌っていこうかなと思います。あ、ちょっとマイクが絡まってる。なんて書いてあったんだ。一斉の曲は心に響くものばかりだけど、どうしたら感情を入れてうまく歌えるようになるのかな。感情を乗せて歌うっていうのってさ、もうその場のその歌詞の風景を思いながら歌ったらそうなる気がするね。歌詞を読み解くって大事だなと思いますね。私もすごく歌が下手なんですけど、レコーディング前とかはいっぱい歌詞を読んで感情を込めて歌うっていうのよくします、はい。どこだどこだどこだ、穴がない、あった。なくなった、あーあったあった、ここにある。聞こえとるんかな今でも普通に。
聞こえとる半身の時差が着替えとるよ、よかったよ。よし、何歌ってほしいの？今日はね、まったりな曲を歌う気分ですどうぞ、まったりな曲をどうぞはい、瀬戸内の声激まったり、みんな寝ちゃうかもな、うん、寝られたら困る。いや、いいんだけどねまったりすぎるか、うんうん、確かに。なんかあるかな、ひなもちょっと探してみよう。どこでさ、どこでやるんだっけカラオケ配信が未だになれない女あ、できたできたすいません、うん、どうしようかな。あ、人間関係歌おうかな知ってる？みんな人間関係って曲よいしょ。リップロール。唇面白。人間関係歌いたいと思います。あ、みんな知ってて嬉しい、人間関係ね、本当は僕は好みを眺めてるっていう曲でございます。はいどうしようかな、じゃあ、うーん、海の絵文字を送っといてください。皆さん、海の絵文字を送って盛り上げといてくださいよ。人間関係とか身の方じゃなくて、お風呂みたい、お風呂ちょっと待って、お風呂すぎる、なんかお風呂、お風呂、お風呂よいしょ、ごめんごめん、あーよいしょ。潮風に吹かれたくて、あ、お風呂になっちゃった心の坂を登れば落としてくる、人生であと何回この海を眺めたんだろう、もはてに腰掛けていつも問いかけているよ、愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだ、友は波の音、青春なんて悩みばかり多くて、ふと気づけばうつむいて歩いてた、自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう、誰かに打ち明けれればいいけど、なぜだろう、恥ずかしかったんだ、こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きるって息苦しいね、知らぬ間に無理してるんだ、どこかで両手伸ばして深呼吸しようか、
番美しい場所で恋をしたら、その人だけ連れてきてあげたい。思い出がキラキラとずっと反射する。僕の友達よ。太陽が昇る時も、太陽が沈む時も、僕らを見守るような瀬戸内の海よ。地平線であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に腰掛けて、いつもと日かけているよ。愛について夢について生きるとは何かと答えずに、黙ってても聞いてくれるんだ。友は波の音。幸せとはどこに存在するのか、手をかざせば誰にも見えてくるよ。このお風呂みたいだったっけ。ああ、イヤリング落ちた。今このお風呂みたいだったっけ。ひなだけお風呂みたいに聞こえてる。お風呂。あ、ごめんなさい。イヤホンのせいで止められへんよ。よいしょ。うん、温泉気分、温泉気分でございます。ひなちゃん、お風呂で配信をしていたかもしれない。お風呂で歌っています。高評価ありがとうございます。婚欲配信なのです。よろしくお願いします。バンされます。この後バンが待ってる。うん、ね、お風呂、お風呂で、お風呂てろ。息をする心、歌ったっけ、歌ってない気がする。歌ったっけ。あ、どっちの、どんな感じ。湯加減を40度湯加減を40度でお送りいたします。駅ここ聞きたい。駅ここって略してるの。駅ここ、駅ここにしようじゃん。あ、歌ってたか、踊ってたか。トゥ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 。何でから待ってみよう。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇る。もうちょっと音だけだけ。
そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。大阪さんミラーボールありがとう。教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ自分のペースで。あさこさんミラーボールありがとう。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ち。君と巡り合って僕は楽になった。してみる。君だ君だ好きだ。俺もでした。俺も俺もパチ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 。パチパチありがとう。歌ってほしい曲ある？歌ってほしい曲ある？どげん？ほらこんばんは。いさきんさんいらっしゃいませ。月になってね。ね、昨日俺もいなかったね。しゅんだ。うん、いっぱいあるね。どっちをかな。
どっちをかな、悩む。ねえ、悩んじゃう。どうしよう。優柔不断だから。優柔不断なの。やちゃんはとっても、あ、悪くない。ある。ザ・リクエスト。やった。この涙を君に捧ぐを歌いたいと思います。あ、縛りはなしです。あ、鼻が出る。ちょっとくしゃみが出そうなので一回ミュートをします。全くくしゃみが出ませんでした。そしてお嬢さん、金のタコありがとう。スーブさん、これ周りキラキラだよね。めっちゃ金のさ、キラキラになってるなと思ったんよ。おばちゃんも金のタコありがとう。タコみたいだからね。よいしょ。あら、お嬢さん、I love you。 ありがとう。 I love you。 おたつもありがとう。いつかの願いは土の中で眠って、約束の地獄に希望二人が出会った頃、夢などまだ種だった。どれくらい時が過ぎ、花は咲くのだろう。この涙を君に捧ぐ、もっと君が幸せ見上げていた太陽、期待に膨らむあの未来がつぼみさ。心が乾いた時、誰かの愛を求めた。悲しみの風が吹き、奏が優勝だ。ありがとう。読み間違い。あなたを閉じて飯に行くな、流れ落ちた熱いもの、あの空へと登って浮かんでみる。愛に変われ、この涙を君に捧ぐ、もっと君が輝くなら、ずっと見守ってた注目の空から、今僕は雨になろう。ああ、君に捧ぐ。
もいい。でもいい。あ、ウショさんくんありがとう。こんばんは。あ、バチバチありがとう。リクエストはございますでしょうか。リクエストはございますか。あ、僕恋公園ね、見たくなるよね。皆さんも僕恋公園が恋しい、恋しい。センチメンタルトレイン懐かしい。早かったか。センチメンタルトレイン何でやってたっけ。あれは何でやってたっけ。やってたんだけど忘れちゃった。よし。
はっきりできたわ。この胸のもやもや消えるのか。何もしない何もできない日々はセンチメンタルトレイン走り続ける。センチメンタルトレインでした。久しぶりに歌ったすぎて不安でしかない感じになっちゃったあ、桃鉄ツアーでやってたの？マジか、それだじゃん久しぶり、こんにちはって感じですね。この電車どこへと向かうのだろうか。あ、歌ってほしい曲どうぞ。今目が悪いんですよ、目を細めながら見てます。あー、どっちもいいの。ハッシュタグ好きなのにしようかな。ハッシュタグタコになっちゃった。タコ、あれ、あ、こっちか間違えちゃった。なんだこれ、じゃあハッシュタグをみんな送っといてくださいねハッシュタグ待ち。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空、もう太陽から逃げられない。いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり。I'm gonna make you mine.
しさをたくさんだい。大好きな人となる。長め、アウトロ長め。嬉しい、バスバスありがとう。大好きな人とカラオケの。ハッシュタグカラオケの。僕はつぶやく。うん、ほいほいほい、リクエストどうぞどうぞ。どうぞ。ハッシュタグ好きなぞ。わーい。法定速度が多い。法定速度にしようかな。法定速度あるかしら。あった気がする。あら、ひなちゃん間違えた。うん、どうだ。法定速度、法定速度あった、あった、あった。あげーん、よいしょ。一本道、大渋滞渋滞渋滞、ちょっと出会って恋をしてドライブしただけのに、横入り割り込みだとだいぶいぶいぶい、どんなに嫉妬をされたって関係ないじゃない。あちこち聞こえるデラックスケイナたちの遠吠えでしょう。そもそも恋とはさばいたり脱落したらそれまで無理。
オルマ全然速力大レースレースレース。このまま行ったらぶち切り初デートで逃げ切りだ。聞いたことないダークホース大秘書秘書秘書。よくない嘘をされたって炎上状態や。たまたまラッキーだとだけ悔しがってる声が心地いい。そもそも恋とは自然とか。固定速度は知っている。まっすぐまっすぐまっすぐ進むだけ。笑って笑って笑って泣いてます。だっていやいやからのウォ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 ウ。私に歌ってたのに最後の辺は激しく歌っている岩田ひな。うんうん、みんな目が覚めちゃった。みんなの目が覚めてしまった。どうぞ、歌ってほしい曲どうぞね。あールイコオヤストに送っていってください。最強ツインテールだらけ。最強ツインテールしようか。最強ツイン、あ、ないかもしれない。ないかもないかも。あいねなかったしゅん。人気な曲なのに入ってない。どうぞどうぞリクエストお待ちしております。あ、いいね。あるかな。
ったら歌いたいけど。ではグリーンフラッシュを歌いたいと思います。はい、しっとり系に戻す。おとなしいおとなしい人になります。ラップはやりません。オラ、オラ、ラップできないんですけど、ラップはやめたんですけど。片隅で一人泣くより人混みの中で泣きなよ。沈む街あふれる ASMR みたいなちょっとセルフエコー、そうよくわかったね、やったこと照れるバレた
ラップ残念。恥ずかしいのも笑っちゃうもん絶対ひな。もうすっごい真剣なコンサートとかじゃないとできん。笑っちゃう。笑うてまうからさ。うん。次回で、また次回ですよ。あ、どうぞリクエスト送ってくださいね。え、エモ、なんだその懐かしい曲は。エモあるか。あ、あった。じゃあ永遠プレッション歌っていこうと思います。エモー。私に期待しないで、理想の彼女になんてきっとなれない。絵文字を送りづらいけど、ケーキ登りで突然告白された。どうして私のことを
めっちゃ大好き。最後メロが全然出てこない。うーん、びっくりです。はい、これが時の流れでしょう。いや、めっちゃ知っとるんやけど、この曲はね、熱気取ったけ、熱知っとるんやけど、なんかどうだこれは。突然の記憶が落ちてる部分でしたね。どうでしょう。皆さんは知ってますか。皆さん知ってますかね。うーん、知ってた。記憶のかけらがなくなってましたけど、私。うる覚え。うん。鈴かきなんちゃら、待って、鈴かきなんちゃら日のすごい、覚えてた。その態度取る目。鈴かきの木の下で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上の、いや、恥ずかしい結論のようなものでしょ。この世代のオタクです、私。はい、もう勝手に出てくるこの早口。そう、勝手に出てくる。すごいありがとう。この時代を生きてるからね。そう、勝手に出てくる。鈴鹿系まで来たら勝手に出てくる。記憶力すごい、ありがとう。よく来るからね。うん、うん、あれ歌いたいの。存在、あ、存在。よいしょ。青春時を歌いたいと思います。あ、めっちゃ春の曲やん。春の成熟スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで。元気よく歌いすぎた。どうしてこんなに切ないんだろう。桜の日差しの通学路、何も始まらなくていい。おかげさ、一生だけきっと会いたいんだ。近く調べなぎ時計が刻んでる輝きながら。横断歩道、体丸めて膝に手をつき、あ、すごい早口言葉だこれ。僕ずっと思い続ける後ろでいい。Thank you.
人で歌うのが無理な曲。ひなたさん初見ですか？いらっしゃいませ。うん。一人で歌うのが無理。ちょっと誰かもう一人のが必要だった。そう。うん。青春だった。この曲めっちゃ春だったのに、この間の日のフェスかやられなかった。よいしょ。そう。マックスとき歌ってほしいな、そんなに。いいよ。私の何が違うんだ。うーん、合ってないの？合ってたー、合ってた、合ってた。この曲初めて歌った気がする。喜びに変え笑顔になれる。いつか
315個でした。あ、じゃあそろそろラストソングいきたいと思います。ラストソング、はじめまして。そんな緊張せんね。また一曲歌ってもらおう。本日のまったり曲はどうしようかな。夏、ちょっと懐かしい、あるかな。ある、夢の顔を歌おう。うん、私いつの間にか一人はぐれてしまったよ。何も恐れないで、ずっとずっと胸変わらずにそばにいるから。
しまった。でへ。へけ。ぼちぼちありがとう。懐かしいこの曲、なんかあっちゃんってなってたこの頃っていうのを思い出してはい、懐かしいですね。キョウタンありがとう。キョウタンキョウタン2円でした。どうですか皆さんも好きな曲ですか。結構昔の曲だからね、知ってるかしら。涙腺緩んで急にやめて涙ボロボロ、しょうがない。もうちょっと涙ボロボロソング歌ってみようかじゃん、うん、今日の新曲が聴きながら喜びするのにめちゃくちゃ励まりました。嬉しい。用事進めた。うん。なんかこういう泣ける曲って難しいからな。あなたがいてくれたからとかいいんじゃないか。あ、この曲、あ、卒業って感じ卒業って感じすぎる。戻されて涙が止まらなくなった。記憶も宝物、何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた一番大事な言葉、前を向いてることだ。うなずいて元気が出た。あなたがいてくれたから、どこまでも歩けた。切る切る、まったり曲はね、どんどん歌っていくのがいいからねとか言って、何がいいかな。
君について懐かしい。あ、お手たんだ、お手でいっぱいあんだ、すごいジグラピコリキュー、かまりやった、あ、ひてったてなんだね、あ、浸りたくなる。じゃあできれば最後まで歌おうかな。それでは本当に本当に最後の曲を歌いたいと思います。昨日は吹いてた幸せな風が、ああいつの間に
関西関西で電池ないよーって、電池ないのはちょっともうちょっと我慢してほしかったかな。うん、お客はあれまちさん我慢してほしかったかな。うん、ダメだよ本当に。もうやれやれということで、最後の曲いってください。離れていても
ということでランキングを読んでいくよ。パチパチ、ありがとう。エモ曲でした、ありがとう。ジュチーのいしょさん、スマイルキャキャプリキュアみたい。あ、ランキングこっちだ。あ、ジェニーアイさん、アイさんのことが好きだぞ。ジュチードリーさんで、ジーソルネットさん、ソルネットさんのことが好きだぞ。キザキーさん、エモい紙セトリになって憂鬱な月曜日吹き飛んだ、よかった。ユースだから月曜日はね吹き飛んでよい。セット教太郎、あ、間違えた、8位、セット教太郎さん、ほぼサイレントでもひなちゃん見れて幸せです、ありがとう。はい、男神さん、ひなのライブ行かなきゃってなりました、嬉しい、おいでー。楽井ポンタさん、楽しかった、そして今日もギリでお話し会ポチった、ありがとう嬉しい、ありがとうね、ポチってくれた皆さん。はい、プーさん、外髪好きな、そう、お、ほんと？ひなまじ好き。いや、山ちゃん、最近グッと大人くなった気がする。おー、嬉しい。大人化計画です。サイン、ホテータンド、使い道グループイコール、生きがいさん。今週末のスーツ姿ピョンの入社式しなきゃ。そう、今週末はスーツ姿でお話し会するので、よかったらね、スーツ着てね。に、お嬢さん、お嬢さんのことが好きなの。1位がドロロロパワー、大阪エレレシンさん、エモい、エモい、エモかった今日ありがとうエレレさん。はい、ということで本日もスペシャルゲストコメントありがとうございました。ヨエツナ皆さんもありがとうございました。あ、読めなかった皆さんもね、フォローしてなかったらぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。あと、あと、ツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもよろしくねー。はい、ということでね、皆さんね、本当にありがとうございました。ジタバタしたって始まんないし、てか、考えるだけ無駄だと思う。頑張ってなんで私言わないよ、落ちこぼれなんて誰も思わないよ、頑張ってなんで私言わないよ、君はもう頑張ってるから、少し休もうよ、休んだで夢は逃げないよ、からにリーナー、深呼吸リーナー、肩からリーナー、力抜いて。はい、ということで皆さん明日もね、リラックスして落ち着いて肩の力抜いて生きてください。ということでお疲れ様でした、リラックス、バイバーイ。